あの、が I just wanna rain in my bed with anything, nothing at all. Nothing at all. 逆光だけど、いただきます。ということで、今日はバケットシュリンプという手づかみで食べるシーフードレストランがめちゃめちゃおすすめだったので紹介したいと思います。ガーリックバターシュリンプ、こんな感じで食べるんだけど、日本でいうとダンシングクラブみたいな感じかな。レストランっていうよりは結構ローカルな感じで、なのに味付けは超日本人好みだったからすっごいおすすめ。メニューはとってもシンプルで、ここからシーフードを選んだら味付けはガーリックバター、ケイジャン、カリーの3種類から選べます。ちなみに私たちはシュリンプをガーリックバター、クラブをケイジャンにしました。あ、いいよ。その方がなんか豪快な感じする。うん。絵的にそうの方が良かったからね。何秒って言うの？何個だろうね。すごい、25個ぐらい入ってます。こういうやつだ。何これ？なんだろうね。コーンの。なんだろう。甘辛いカレー。はい、ということでバケットシュリンプめちゃくちゃ美味しかったのでおすすめです。すごい逆光だけど、まあいいか。ということでいいなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではすぐからありがとうございました。バイバイ。